エスカンビア軍はアメリカ合衆国フロリダ州の最西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は29万7619人であり、2000年の29万4410人から1.1%増加した。軍庁所在地はペンサコーラ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。エスカンビア軍となった地域には数千年前から 様々な文化を持った先住民族が住んでいた。ヨーロッパ系アメリカ人が入ってきた時にはクリーク族インディアンが住んでいた。エスカンビア軍は1821年7月21日にヨーロッパ系アメリカ人によっトン設立された。軍名はエスカンビア側から取られた。エスカンビアという言葉はクリーク族の言葉で綺麗な水を意味するシャンビア、あるいは直頭族の言葉で 党の茂みか、足の茂みを意味する言葉から取られたとされている。隣接するアラバマ州にもエスカンビア軍がある。エスカンビア軍とセントジョン、スワニ川が2つの軍の境界にされていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は875.57平方マイルであり、このうち陸地662.35平方マイル。 水域は213.21 21平方マイルで、水域率は24.35%である。軍内にはサンタローザ島が含まれており、隣接するサンタローザ軍とは別のものになっている。エスカンビア軍はペンサコーラフェリーパスブレント大都市圏に属している。エスカンビア軍はアラバマ州のエスカンビア軍と接している。このように二つの州の同盟の軍が互いに接している。例は、 アメリカ合衆国に11組ある。エスカンビア軍は5人の委員による軍政委員会が統治している。委員は軍内5つの選挙区からそれぞれ1人が選ばれている。任期は4年間である。軍政委員会が軍役人を管理する長として軍管理官を指名している。法の執行は軍法案官事務所が行っている。エスカンビア軍は大変保守的な地域にあり。 アメリカ合衆国会議には1994年以降大差で共和党候補を選出し大統領選挙では1988年以降共和党候補を強く推しているそれ以前は民主党を支持しておりアメリカ合衆国会議や衆議会には民主党員を送り出していた1994年のアメリカ合衆国会議員,議員選挙で現職のアールハットが 再選出馬を辞退し、共和党のジョース・カーボローが選ばれた。1960年以降、民主党大統領候補は支持されず、1972年のジョージ・マクガバンの場合は20%しか支持されなかった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スペインのトールシップ、フアン・セバスチャンデールカのペンサ・コーラ氏の450周年を祝い、 21問の祝報を放つ2009年軍内の初等中等公共教育はエスカンビア軍教育学区が管轄している。西フロリダ大学とペンサコーラ州立カレッジ及びペンサコーラクリスチャンカレッジが軍内にある。地域最大の日刊誌はペンサコーラニューズジャーナルである。ペンサコーラインデペンデントニューズという週刊誌も発行されている。 インターネットでは northescambia.com という新聞があり、軍の北半分に集中しているが、軍全体で閲覧されている。全国ネットのテレビは、ペンサコーラ市にある ABC 系列のツボネから発信されている。他に、モービル市からは CBS 系列、NBC 系列、FOX 放送系列のツボネが放送を送っている。テレビ市場としては、 モービル・ペンサコーラ・フォート・オルトン・ビーチテレビ市場に属している。コックス・コミュニケーションズがケーブルテレビ放送を送っており、その参加のコックスメディアが広告を流している。ラジオはペンサコーラ・モービルラジオ市場にあり、AM、FM どもに多数のラジオ局がある。ありがとうございます。